まあ、感染症対策ということで私もマスクしておりますが、マスクやら、手洗い、消毒ですね、あの水は止まっておりますので、まあ、あの飲料水に関しましては、ペットボトルの、あの水を、供給いただいておりまして、トイレとかはそれを流すことが今できない状況ですので、病院内に行かなきゃいけないんですけど、あなたも心配ですよ。